こんにちは、コウスケです。今回から新シリーズ、北海道車中泊の旅いつもと同じような感じなんですけど、新シリーズではちょっと車中泊をメインにした北海道の旅というかね、北海道車中泊動画にしたいなと思っております。北海道各地の車中泊できる、キャンプ場とか、あとは RV パークとか、そういうところに行って、できるだけ地元産の食材で食事を作って食べると、大体ホットサンドになりそうですけど、そんな動画を作りたいなと思っております。なんでそういう動画を作ろうと思ったかっていう理由があるんですけど、ベゼルで最近車中泊してるんですが、スペースがかなり厳しいので、いろいろ車中泊用の道具買うんですけど、テストができないんですよね。厳選されたものしか持っていけなくて、でそれもあってちょっとテストをする場が欲しいっていうのと、あとは北海道各地にある、キャンプ場とかオートキャンプ場で、ゆっくり車中泊なんかもしてみたいなというのもあって、こう新シリーズとして車中泊メインで行く北海道の旅やってみたいなと思っております。で今回第1弾は、今ここ千歳市なんですが、千歳市のお隣にある恵庭市、そこの RV パークで車中泊してみたいなと思っています。この車中泊の旅はやっぱりフリードプラスメインで行くことになりそうですね。でドライブ旅の方は、車中泊もするんですけど、ベゼルでっていう感じで、ちょっと使い分けて楽しんでいこうかなと思います。でまずは食材を調達したいんですが、もうすぐ着いちゃうので、この千歳ハムで買っていきましょうかね。ここに千歳ハムの確か直売所があるので、そこで何か買ってこようかなと思います。どこだったかな、これだね、北海道千歳ハム直売所。じゃあちょっと行ってきましょうか。さあ買ってまいりました。ここ結構こうアウトレット品とかも売ってて、お買い得なんですよね。じゃあ続いてチーズでも買いに行きましょうかね。チーズといえばどこかな、確か恵庭市にチーズ美味しいとこあったような気がするので、やってるか分かりませんが、ちょっと行ってみましょうか。確かこの辺にあったはずなんですよね。あ、ほらチーズ工房、ここチーズ売ってるのかな。ミルクのアトリエ行ってみましょうか。さあチーズの調達もできたので、 RV パークに向かいましょうか。外気温マイナス1度ですね。もう ETC カードが投入され、ここが恵庭の道の駅、花ロード恵庭なんですが、 RV パークはこの恵庭の道の駅の裏手にあるらしいです。あったあった、奥に第二駐車場があるんだね。ここですね、ここの駐車場に車を止めて、あ、RV パークって書いております。ここが RV パークの専用駐車場なのかな。じゃあちょっと受付をしてきましょうか。さあ RV パークに到着いたしました。受付も終わって車も止めたところですね。じゃあ今日はこの後ここでゆっくりしたいと思います。で今日はいろいろ試したいものもあって、ちょっと新しい製品なんですがすごい、リモコンでオンオフできるライトですね。これ磁石でもついて、よいしょ。いやー、なかなか雰囲気出るんじゃないでしょうかね。でこれとあとはポータブル電源テストしたいのあるんですよね。リン酸鉄ということもあって、サイズはちょっと大きいんですよね。700ワットアワークラスのサイズなんですが、とにかく安全性が高いということと、あとは長寿命というのが魅力かなと思います。今回車中泊するのがこの RV パーク花ロードエニワーですね。今日は僕だけみたいで、
広く使えております。ここ中型車用の場所なんですが、1番から10番まであって、他にも大型車用の、キャンピングカーとか止められるスペースもあります。で、僕この1番のエリアに止めてあるんですが、この芝生も使っていいみたいで、ここでテーブル出したり椅子を出したりして食事を楽しむということも可能みたいです。ゴミ袋を1袋100円で買うと捨てることができます。車中泊の旅でたまったゴミを、数百円出すと捨てることができるんじゃないでしょうか。結構便利ですよね。オートロックになっております。すごい、洗濯乾燥機がありますね。これはお金かかるみたいですね。ただお金出すとここで洗濯も可能となっております。でもちろん奥にはシャワールーム、シャワーも入ることができますし、トイレもついております。で、奥には休憩所、テレビもありますし、電子レンジとか流しに IH 調理器もついているので、ここで料理することもできますね。もちろんちょっとしたスマホの充電なんかはここでもできそうですね。で、今のが24時間使える RV パーク専用施設なんですが、ここ道の駅の駐車場なので道の駅にもすぐ行けます。道の駅までは歩いて1分2分ぐらいでしょうかね。ちょっと距離ありますが、うわ、カレーのめっちゃいい匂いがしますね。かぼちゃのスープでも飲もうかな。寒かったのでかぼちゃのスープを買ってしまいました。この恵庭はかぼちゃが有名なんですよね。かぼちゃプリンとかも美味しいんですが、今日はかぼちゃのスープでございます。さあ、それでは危ない。さあ、それではかぼちゃのスープいただきましょう。おー、パンチ危ないよ。うわー、美味しい。すごいかぼちゃの味が濃いですね。いやー、これ照明としてめちゃくちゃ優秀ですね。明るさの調整もできるんですよね。ここか、ほら。で、つけたり消したりもできると。ベゼルだとちょっとサイズが大きすぎて使いにくいんですが、フリードだと有効に使えそうです。さあ、それではご飯にいたしましょうかちゃんとしたので、今回いろいろ買ってきていて、一つ目がこのハムの切り落としみたいな、多分端のところを集めたものなんですよね。直売所、工場併設の直売所なので、こういうアウトレット品が結構売ってます。で、千歳ハムのプレーンソーセージで、北海道のスーパーではたまに見かけるこの千歳ハムのポークソーセージも今回買ってきております。ちょっと厚めに切ってたっぷり入れましょうか。で、今日もパンはイギリス食パンを使います。わー、すごい、水がたっぷり、水分がたっぷり入ってますね。ちょっと食べてみましょうか。ちょっといただいてみようと思います。うまい。味はちょっとクリームチーズっぽい感じはありますね。入るかな。いつもパンパンですよね。あ、これ中のチーズが出てきそう。よし。さあ、それでは焼いていきましょうか。ちゃんとしたの。このビッグブルーのポータブル電源、300ワットで今使っているんですが、ファンは回っております。ただファンの音は
まあ普通ぐらいかな。めちゃくちゃ小さい静音ファンでもないし、大きい音でもないという感じで、僕個人的には許容範囲のファンの音だと思います。一応このポータブル電源 500W までなんですが、気持ちオーバーしてますが問題なく動いてますね。それじゃあもう一個上げてみようかな。 600W 使うとちょっとびっくりマークが出てますが、一応まだ使えてますね。少しの間だと動くのかもしれませんね。ホットサンドに 600W はちょっと強すぎなので、300W でじっくり焼いていこうと思います。パンちゃん、パン焼いてる間におやつ食べよっか。よし、さあそろそろ焼けたんじゃないでしょうか。なんかすごい湯気がたくさん出てきましたね。うわー、ダンすごいことになってる。うわー、これはめちゃくちゃ美味しそうではないでしょうか。すごい手が汚れる気しかしないので、手袋をつけていただきましょう。めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、美味しい。今日のホットサンドの主役はチーズだね。チーズがめっちゃ美味しいです。さあそれでは続いて新しい調理器具試してみたいと思います。これ先日幕開けで買ったトースト専用フライパンらしいです。まあ、せっかくパンもあるので焼いてみましょう。さすがにもう一枚ホットサンド食べるのはお腹がいっぱいなので。多分火はそんなに強くしなくてもいいと思うので、300ワットぐらいでじっくり焼いていきましょうか。おお、すごいめちゃくちゃ分厚いですね。これ最後に乗せて食べましょうか。あ、なんか湯気じゃないね、煙が出てきたね。おお、焦げ目がついてますね。さあもういいかな。見ての通り、なんか美味しそうに焼けましたね。ああ、なるほどね。ちょっと焦げ目がつくので香ばしくなります。ちょっとだけ炙って挟んで食べたいと思います。いただきます。これ美味しそうだね。うん、トーストが香ばしくて美味しいですね。ちなみに寝る前なのでデカフェです。600ワットでコーヒー1杯分のお湯を沸かすことができるのかというのもちょっと気になりますね。ちなみにこれ、よいしょ、上の取っ手を下げることができます。もうちょっと平らだったら荷物乗せやすかったですね。さあお湯が沸きました。今ずっと600ワットでお湯を沸かしていたんですが、コーヒー1杯分なら止まることなく沸かしきることができましたね。それではコーヒーを飲みながら少しゆっくり過ごしたいと思います。
美味しい。いや、それにしてもこのライトめちゃくちゃいいですね。デザインもいいし、使い勝手もかなりいいと思います。よいしょ。リモコンである程度明るさの調整ができるのもいいですよね。難点は充電はこの、まあ、ここプラスチックなんですよ。なんでそう簡単に割れないんですが、充電はこれを外してマイクロ USB を挿さなきゃダメなんですよね。 USB Type-C じゃないのと、充電するたびに一回一回ソケットから外さなきゃいけないというのが、まあ、ちょっとこのライトの面倒なところかなと思います。さあ、それでは今日はもう寝たいと思います。あ、じゃあお尻映ってるよ。何何、股の中に入っていきましたね。それでは今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。気温は5度か6度ぐらいでしょうかね。多分外気温はもっと低いんですが、車内は僕の体温で温まっております。このビッグブルーのポータブル電源、朝まで十分持ちましたね。今日はこの下に電気カーペットと電気掛け毛布2枚使って寝ていますが、残量も十分まだ残っております。朝までファンが回るようなこともなかったですね。今日この後移動するわけでもないので、もうちょっと寝てから朝食の準備したいと思います。さあ、朝になりましたね。夜雪が降ったみたいで地面は白くなっております。じゃあこの後は朝食を食べて帰りましょう。これすごい、見た目も明るさも十分なんですが、バッテリーあんまり持たないですね。今日の朝の時点でもうバッテリーが切れそうな感じでございます。使いながら充電もできないと思うので、そこがちょっと難点でしょうかね。よいしょ。昨日このプレーンソーセージを買ってまだ食べてないので、これを食べようかなと思います。結構パンパンに挟んだので、きちんと焼けるか不安ですね。さあ、そろそろ焼けたんじゃないでしょうか。よいしょ。おー、いい感じですね。初めての串付きホットサンドです。あっ！まずい。真ん中にチーズが入ってるんで、多分すごいことになると思うんですよね。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそうだけどすごい食べづらそうですね。じゃあ早速いただきましょうか。思った以上に食べにくいですね。いただきます。うん、美味しい。僕の想定ではこう串を持って食べれるかなと思ったんですけど、ちょっと難しかったね。串持つとパンが剥がれてしまいます。それでは今回の動画はここまでとなります。この車中泊動画に関してはいろいろ製品のテストとか、地元で買える食材を使った料理
まあ、料理といってもホットサンドがほとんどだとは思いますが、いろいろ工夫してやってみたいなと思っています。それを普段の旅動画にもこうフィードバックしつつ、両方いい形でやっていけたらなと、そんな風に思っております。このシャチアク動画に関してはちょっと途中で雰囲気を変えてみたり、字幕メインにしてみたり、いろいろやってみたいんですよね。まだまだこう新しい車中泊道具なんかも、買ったけど使ってないというのが山ほどあるので、いろいろ試していきたいですね。というわけで今回車中泊恵庭まで行ってきました。このビッグブルーのセルパワー500、レビュー依頼があって送ってもらったものなんですが、今注目のリン酸鉄ポータブル電源です。スペックはここに出しておきますが、容量は 537Wh で定格 500W 出力が可能です。重さが 7.8kg なので 700W クラスのサイズ重さとなっています。 500W クラスにしてはちょっと重たいんですよね。その代わりサイクル寿命は2000回とかなり長く、発火しにくく安全性がとても高いです。で、何より安いんですよね。さっき見たらクーポンがあって3万円台で買いました。安いですよね。出力 500W なんですが、実際 600W 使っても 400cc 近い水を沸かせるくらいは使い続けることができて、実質 600W 出力に近いくらい使えています。多分温度が高くなると 600W で使い続けることはできなくなると思うんですが、今なら冬ということもあってか 600W で割と長時間使えますね。で、充電も通常のコンセント以外にシガーソケットから充電するための、このケーブルが付属してきますし、他にも USB-C 端子、この USB-C 端子からも充電できるんですよね。しかも2個ある USB-C 端子ダブル充電ができるので、家にいる時には充電アダプターを出さずに USB-C で僕は充電していますし、車でも USB-C で充電できますよね。なのでいちいちこれを持ち歩かなくても USB-C のケーブルさえあれば充電できるというものになっております。同じブランドの太陽光パネルもあって、 100W のパネルなんですが、結構軽くてコンパクトに作られていました。作りもシンプルでかなり使いやすかったですね。これ2つ折りでコンパクトなんですが、 100W なんだよね。結構コンパクトで使いやすいパネルだと思います。しかも結構軽いですね。で、同じブランドなので専用のケーブルを使って挿すと充電ができますね。今日残念ながら快晴というわけじゃなく、ちょっと薄曇りなんですよね。で、12月なのであまり日差しも強くないんですが、それでも 35W から 40W ぐらい充電できてるんじゃないかなと思います。天気のいい日はベランダにソーラーパネルを置いて充電しておくと電気代がかからないですね。サイズがワンサイズ大きくて重たいということ以外は、豊富な充電パターンに安全性の高さと長寿命、十分な出力に価格の安さと、魅力的な製品じゃないかなと思います。今回のような車中泊をメインにした動画、月1回か2回くらいのペースで、新しい車中泊できる場所を探して北海道あちこち行ってみたいなと思っております。長期間車中泊の旅をするときに、合間合間挟んでいくと、ゴミの処理とかお風呂に入ったりとか、いろいろ便利な施設だと思うんですよね。なので今後新しく買った製品のテストも含めて RV パークやオートキャンプ場チェックしていきたいなと思っております。それではまた次回をお楽しみに。